はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、福沢諭吉です。さあ本日なんですが、皆さん先日私が投稿したあの UR のみデッキご覧いただきましたでしょうか。UR のみであのメインデッキエクサデッキ全部組むっていうね、そういう企画の動画だったんですけども、あの動画にですねちょっとご意見をいただきましてですね、メインデッキ40枚甘いじゃないって言われたんですよね。はい、メインデッキ40枚にしてるの甘いなんじゃないですかって言われたんですよ。いや僕は思ったんですよね。いや確かにって思ったんですよね。いや確かにって思ったんですよね。メインデッキ40枚とかちょっとちっちゃく収まっちゃってるのなんかダセーなと思ったんですよね。はい、なので、本日は、反省を生かしましてですね、メインデッキ60枚にしてきました。メインデッキ60枚、エクサデッキ15枚、まあ、合計75枚、デッキの中すべてUR カードとなっております。皆さん繰り返し何度も繰り返し言いますが、なぜ UR カードが UR だか分かりますか。なんで UR と設定されてるか、強いからなんですよ。強いから UR として設定されてるんですよ。だから UR のみでデッキ組んだら負けるわけなわけですよ。で UR のみでまして60枚のデッキ組んだ場合負けるわけないんですね。こんだけ課金してるんだから私負けるわけないと、まあそういうことやっていきましょう。デュエル3枚。いや正直メインデッキ40枚の UR は甘えだった。いやそれは認めよう、それは俺も認めるわ。マジで甘えだったわ。あなんか自分を見失っていた、分からせよこれは。ティアメツクリームとバカみたいにメールの効果も使いやがってよ、分からせてやるよ。おらお前はこれがきついんだろ。お前はこれがきつい知ってんだよ。全部除外してやるからな。オッケーオッケーオッケー、よし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 、いろいろ除外されたぞ。よしペレーノもいった、でかいこれはかなり。いや肉してまんのがうざいな。なるほどな、なかなかやりよるな。ほうよ一番いらねえカード来たな。まあ UR の暴力見せていくか。とりあえず未開封のビッグフット、これも当たっても当たんなくてもいいわ、どっちでもいい。当たってくれると嬉しいけど、どっちかっていうと、あ、いや、ハゼた方が嬉しいか、これ。破壊できるから、スクリーム。あ、いいね。逆に、逆にいいぞ。逆に、ディモールト。すべてのカードを破壊せよ。このディメンションアトラクター下で、相手のカードを破壊しまくれば、ディアラメンツのアドバンテージをすべて削ぐことができる。いや、破壊するなら今でしょって林先生も言ってたしな。うん。破壊するならいつ、いつやるの、破壊するの今でしょ。何それ、はい、何それ、えおえつえやべえ、最強デッキしちゃった、最強デッキだ。もう最強デッキってこれに関してはディメンションアトラクターが強いだけって話あるけど、まあ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 、まあ、ちなみに以上で、ね、レベル8もう一体捨てればワンキル取れたんですけども、ちょっと残念ながらこのフルドリスというクソザコモンスターしか来てないので、こういうねちょっとシナジーの噛み合わなさみたいなのはあるからね。まあ、フルドリスしか来ないこともあるよ、そうやって。もうフルドリスしか来ないことだってある、世の中にはそういうこともある。でもくじけない俺はエンドフェイズ。まあ、ちなみにこれレイノハートとか言われても別に無限保有ワンチャンあるから、まあワンなんとなるからサリークもないから、あれはサリークでしょ、あーじゃなくて無限保有でしょ、あれ伏せカード多分違うかな、無限保養キャラと思うんだけど、クセカード、クセカードは草。なるほど、我がドッサージビートに恐れをなしたか。とりあえずアストラルクリボーの効果、まあ、とりあえずねランク8出しに行きましょうよ。はい、アストラルクリボーレベル8になって特殊召喚ができる。ねこっちだな、フォトンローディング出す。はいはい、無限保養じゃねえな、なんか3のねえわ、え無限保養じゃねえんだ、じゃあこれで勝ちだな。ドレス姉さんごめん、さっきはゴミとか言って、いや本当愛してる。ワドレイズで、それは何ですか、あ草。いけ姉さん、攻撃力アップ、うおーバゴーン、うおー最強。やはり課金、課金は全てを解決する。コナミ君、そろそろフルドリスのロイヤルを俺にくれ。
ちなみにこのなんか僕の動画を見てくださってる皆さんはどのぐらいこのゲームに課金してらっしゃるんですかね。なんかマスターデュエルってマジで無課金でできるじゃないですか。無課金でもなんかめちゃくちゃいっぱいデッキで作れるからさ、このゲームめっちゃ優しいんですよ基本的に。なんか僕の知り合いのメンバーシップのメンバーとかも結構無課金でね、もうなんか 3,4 個、まあ、普通にデッキ組んで、まあ、回してますみたいな人結構いるし、なんか全然ね、裏打つかこれさすがに、なんでもデッキわんねん。とりあえずまあ金券で初動探しに行ってるくせえから、まあ一応裏一応打つか。なんかねすごいね、優しいと思うからね、これね、こんなに課金しなくても遊べるんだよなこのゲームってあ、いや、フェンリルフェ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 ンリルはまあ、ベーラーか。無限紅葉はまあ開始のターンでも使えるのでエフェクティングベーラーかいきましょう。まあ、墓穴撃たれたらまあ、それはそれ、まあ、手札が減る可能性はある。これであやめちゃん出せるんで、もう即座に出した方がいい説、まあ、いけるときに行った方がいい。これ2000円ぐらいかかるこれ、これこいつの打点2000円ぐらいかかるの偉すぎでしょ。はい、まあ、でエクサデッキとかからモンスター出てきたらね、破壊してくれたりねするんでね。あとあのデッキからモンスター出てきたら2枚ドローできるしね、このゲームめっちゃ強いんですよこれ、まあ、無限紅葉とのとかエフェクトベーラーとかの相性は最高に良いといったところで、ラータマいらねえな、おいお前いらねえな、殴るしかやることねえわ。バトルフェーズいけ。さああやめちゃんのおっぱい四つに挟まれて気持ちよすぎて行ってしまった男、シャトリラフェンリル。まあ男か女か知らないけど多分男か。あやめの創剣士はちなみに皆さんフルルドリスなんでしょ、知ってますか。あやめの、おいふざけんなよバーストかよ、インチキだろ、インチキ効果もいい加減にしろインチキだろその動き。くす、クシャトリラってほんと何でもいいやっていいと思ってるからな、何やってもいいと思ってんだよなあいつら、マジで本当に良くないよね、良くないよ。ちなみにこっから展開されるときついんですけども、きつい、やめて、うわー、セットある、なるほど。いやこれどうしようかな、まあ、とりあえず殴るか。まあちょっと除外されるのめんどくさいので、まあ、バトルフェーズ入って普通に殴ります。まあ、単純に殴んないとあいつ突破できないんで、でちょバースをちょしょんないと、バースしょんないといけないから、これコールだな。ちょ出てもいい、どっちもいいわ、出ても外れてもどっちもいい。ああオッケー、当たっていく。まあ、レベル8みたいになるんでね、一応なんとかなりそうではあれ。でビッグフット特殊感で金玉で金玉引く、金玉と金玉に挟まれてビッグフットさんが気持ちよさそうで、レベル8みたいでナンバーズ90、フォトンロード、フォトンロード FA ブレードかな。ただねそれが一番あのクセカード除去できるから強いんだけど、いやーでもなー、なんか普通にフェンリルもう一枚特殊召喚とか言われると、まあそれはそれできついんだが、まああのバースを残しておくとですね、ろくなことがないわけですね。バースを残しておくと次のターンもまたフェンリル蘇ってきて攻撃宣言時除外しますって言ってくる、もう意味わかんないことが起きるから、まあ、これは破壊しなければならない、絶対に。死んでも死んでも破壊、クセカードなチェアのなんかやめろ。ブレードも行きましょう、一応。なんだろうな、墓穴とかですかね、使わなかったということは多分墓穴とかなんじゃないかなと思うんですけども、でサイファーブレーディングの効果で双剣士ちゃんで墓穴だ、あー違うわ、なんだ、あプリペアか、プリペア特にない効果、エンドフェーズでこれで、いやまあでも言うてね、ブレードしかないんですよね、僕ブレードしかないんですよ。これゼウスできねえの厳しい、ああ参戦か、なるほど参戦ね。ちょっと打点高いから一回殴って考えるわ、3200バゴーン OK でメインツー入ります。いやこれさ、いやこれね、いや破壊した方がいいんじゃない。あちなみにブレードはねアーゼウス乗っけられないですよね、素材にならないから。なんでこれブレードでブレード爆発するじゃないですか、
これで、自主退場します。自主退場からのフェンリル自主退場フェンリルで、フェンリル効果発動あ、うららなるほど。いや、これ賛成、これドローじゃないこれ。これさ、いや、相手展開してきてないってことは多分ハンド弱いんだよ、あれ多分ハンド弱いんですよ、あれ絶対。ってことは、いや、なんかバースかぶってたら出してくるから、バースとかじゃなくて、いや、多分これ2ドローとかいいな。これハンデスしたところでろくなカードじゃなさそうなので、アドバンテージは稼いでいくの、いきましょう。2ドロー、はい、いや、微妙セット、まあ悪くはないけど、まあ微妙。46か、いや、初動引きなければなんとなるけど、相手バースやばい、フェンユニコーンやばいだから、結構いろんなカードやばいんだけど、エンドフェイズ OK、 ドロー、しぐれしぐれしぐれ強いな、しぐれ普通に強いとこ。バロネスいくか、これ札束と札束で札束進化をしていくしかないじゃん。これは札束に札束をチューニングでしょ。レベル7の札束に、レベル3の札束をチューニングしていく。シンクロ召喚、あらあらろ、フルドバロネス、オーケー、これは来た。バトルゴー、あと1600来てる、メンズで。次、相手の特殊召喚で、まあ、ユニコーンでもフェンリルでも効果発動したらぶっ放せばいいから、まあ、無限保有もあるし、なんとかなると思います。多分なんとかなる。来た、オッケー。その手が4枚何じゃあ逆にその手が何、逆に見せてほしいわ、何引いてんの、ちょ、わかんねえ。でもしこりが残るビルでしたね。うわー、なんもねー、なんもないです。ご自由にどうぞ。あやめの送金士ちゃんなんか出せるためにないから、あやめの送金士は結構ね、あの相手がね、もう効果を無効にしながら特殊化みたいな効果というかモンスターを出してくれると、なんか普通にドヤ顔で出てくることができるので、ワンチャン誘発という言い方できなくもない、なんかテクタ誘発のみデッキみたいな、あのデッキ作った時にはね、このモンスター意外と強くて入れてたんですけど、オライオン、なるほど。うわ、スクラップリサイキラーとかいう激最強モンスターから展開入ってもやばいかもしれない。いや、これはスカルレットはまあ別にいいんだけど、竜王神、え、やばい、なんかよくわからない顔来た。なんだっけこれ、特殊召喚に成功した場合に相手はエクサイキのカードを1枚選んで墓地、あー、はい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 、あー、なるほど、なんかやばいこと起きそうだな。竜王神くん強制発動、相手はエクサイキのモンスターを墓地送る、相手はかっこ自分までだよね、だから要するに送りつけてるから、わからない、ちょっと何これ、何が起きる、ユーフォロイドファイター、ユーフォロイドファイター、サイバードラゴンノバ、あ、やばいこと起きてるな、ちょっと待って待って、ちょっとなんかやばいこと起きてるよね。ユーフォロイドファイターやばいよね。なんかちょっと待って、なんかやばいけないことしようとしない、レベル10みたいはやばくない、ちょっと待って、ちょっと待って、俺死ぬこれ、もしかして、え、これ俺死ぬのこれ。でもこれさ、え、食ったら足んなくね、これさすがにエクストラ足んないってだけど、これ、いや、なんとかターン返ってきたらワンチャンある可能性は。フレームロードオメガサイバーエンドドラゴン戻す、いや、やばい、なんかサイフレームロードオメガって、え、なにこれ、なにこれ、うわー、やばいやつ来たー。エクゾディオスで全部エクストラデッキ回復された。あー、終わったくせえ、あー、なるほどねなるほどね、いや、許していただけませんか、話し合いましょう、グサギマックスさん、話し合いませんか、聞く耳持ってくんなかったわ